楽しいね。いろいろがワクワクするからね。ワクワクするかな、まあ、大変だけど。寝れないんだよ。寝れないんだよ。毎日遠足、毎日明日何かがある、なんか遊びをやってるみたいな。でもそれはいいよね。そう。だいたいさ、みんなが寝て、次の日、ああ、また仕事とかさ、ああ、また同じとかじゃん。いろんな人ね。みんなじゃないけど、いろんな人。そうね。うまい。だからもう今、寝たくない。寝たくない。で、明日来たらまたこれこれとかこれやるって。そうそう。やりたいこといっぱいあるからね。そうだね。じゃあ、鬼滅の、誰か書いてほしいです。これはね、うん、ずっとやりたかった。めちゃくちゃね、かわいい。うん、いや本当にね、冗談抜きでかわいい。かわいい。だから、現実世界にいたらさ、うん、俺はなんかベロと別れないといけないかもしれない。現実世界に目の前に現れて、うん、ベロちゃん、この子って言われた時に、うん、ベロちゃん、すいません。嘘だよ、もうでもね、いいんだよ、いいんだよ。嘘だよ、嘘だよ。いいんだよ。嘘だよ。私も、そうやるね。いやでもね、やっぱね、ベロちゃん出会えてよかったと思ってます。ありがとう。いやでも人生最大の成功はベロちゃんに出会ったこと。本当に人生最大の失敗はベロちゃんを失うのが怖いという感情を覚えてしまったこと。ベロちゃんよりも可愛い、うん、かなこちゃんを入ってきます。イエーイ。Thank you.
いや現実世界であったらどうしようかなって緊張したの？一言目何喋ればいいかなって。あ、そう一言目何喋ろうか。お、いや優しいね、この優しいね、優しい。かわいすぎだけど大丈夫？どういうこと？え？かわいすぎけど大丈夫って。かわいすぎ。やばいよ、なに？かわいすぎる。かわいくない？かわいい。超かわいい。なにこれ？お人形さんだろ？なんなの？なんかもうね、オーラがやばい。この子。で、どうですか？この背景は。めっちゃいいと思います。なんかこういう背景が良かったとか、これで良かったとか、もっとなんかいい、なんかごめん、いいアイディアだったらぜひぜひ教えてください。これ楽しんでまたチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。